ゆっくり霊夢です。ゆっくりマリサだぜ。霊夢、今回は三重県の珍駅を紹介するぜ。お、三重県といえば、西青山駅、近鉄富田駅など、珍駅も多いわよね。その通り、そんな珍駅の宝庫とも言える三重県にはまだまだ紹介したい駅があるんだ。それは楽しみね、期待してるわ。任せとけい。それでは、出発進行。まずはこの駅舎、キャッチーな外観が面白い駅、西藤原駅の紹介だ。外観がすでに SL じゃない、とても可愛らしいわね。だろう、この西藤原駅は、三義鉄道三義線の終点駅なんだ。蒸気機関車が2台かしら、並んでいるような外観は一度見たら忘れないわね。三義鉄道三義線は、三重県四日市市の富田駅から、三重県いなべ市の西藤原駅までを結ぶ、路線延長 26.5km の路線だ。また、旅客と貨物の両方を輸送している、全国的に見ても珍しい路線になっているぜ。なるほどね、黄色い車体が、可愛らしいわ。シーズンともなると、藤原岳、御池岳のハイキングを楽しむ人で賑わうそうだ。自然が多い路線ってことね。そうだな、外観も面白い西藤原駅だが、駅舎の中も変わった作りになっている。どういうことかしら？駅舎は路線窓口がある他に、簡易郵便局が併設されているんだ。郵便局？そうなんだ、珍しいだろ。そうね、これまでいろんな珍駅を見てきたけど郵便局が入っていた駅はないかも。この駅周辺に住む人たちにとっても、重要な駅なんだろうな。さらに面白いのは駅舎の2両目ともなる部分で、なんとここはトイレになっているんだ。外観はユーモラスな感じだけど、実はかなり実用的な仕様になっているってわけね。しっかり考えられてるよな。でも、この駅の魅力は駅舎だけではなくて、隣接している公園広場にあるんだ。何があるの？駅舎プラットフォームの一部を利用して作られた駅前公園があるんだが、三義鉄道開業時の蒸気機関車など、産業の鉄道車両が常設展示されているんだ。お、楽しそうな場所ね。どんな SL があるのかしら？気になるよな。三義鉄道は貨物の扱いが多いこともあり、それに関する車両が中心だ。気になるわね。まずは、蒸気機関車 E102 号機だな。ザ・ SL。昭和6年の開業時昭和29年まで、101号機と一緒に活躍していた SL だ。広場に来るまでは、住友大阪セメント伊吹工場で保存されていたが、平成13年の開業70周年をきっかけにして、三義鉄道へ帰り、今の状態となったらしいぜ。お帰りなさいってことよね、愛された SL ね。2代目はディーゼル機関車 DB25 号機。渋い外観ね。この SL は、三義通運藤原営業所に展示されていたが、E102 号機と同じく、平成13年の三義鉄道開業70周年に西藤原駅で展示されるようになったんだ。この昔の SL を集めようとした発想が素晴らしいわね。そうだな、最後は電気機関車 ED222 号機。この1台は、昭和31年から昭和59年まで三義鉄道で活躍していた電気機関車だ。現役引退後は、いなべ市大安町中央児童センター前の公園で展示されていたが、平成28年の開業85周年をきっかけに三義鉄道へ戻り、今の展示となっているぜ。この広場を見るために、西藤原駅に行ってみたい鉄道ファンの人もいそうよね。実際そうだろうな、駅舎と隣接するように、広場にはミステリア鉄道なるものがある。お、気になるわね。この広場は平成13年にオープンしていて、毎週日曜日にミニ SL やミニ新幹線に乗れる。イベントも開催されていて、鉄道ファンの他に親子連れでも賑わう広場になっている。素晴らしい場所ね。そうだろ、しかも無料で体験できるというから、そりゃ行くしかないってなるよな。気になるなと思った人はグッドボタンよろしくお願いします。何それ？忍者推しとは？てか、駅舎の名前違くない？いやいや、合ってるぜ。上野市駅って書いてあるだろ？書いてあるけども、どうしたって、忍者市駅にしか見えないけど。そうだな、もともとはこうだからな。はい。だいぶ上野市駅が弱くなったわね。忍者に軍配が上がっちゃっているわ。開業当初はもちろん、上野市駅だったんだが、2019年2月にこの上野市駅の部分が、忍者市駅に変わってしまったんだ。当時ネットニュースでも話題になったな。どうして？なんでそんなことになったのかしら？しかも忍者市駅は本来の上野市駅の副題っていうから、これまた面白い。本題より、副題が目立っちゃってるわよ。ちなみに、2019年2月22日の忍者の日に。ちょっと、2月22日って、忍者の日なの？え、そうだぞ、知らなかったか？っていうか、初めて聞いたわ、忍者の日。その日に忍者市宣言記念列車を運行して、上野市駅の駅舎にはなんと、忍者市駅の看板が設置され、ご覧の通りのフォトスポットになっているわけだ。忍者パワーがすごいわ。駅舎内にも忍者と手裏剣のご当地駅名標が展示されているぞ。もう一度聞くけど、この駅は上野市駅なのよね？そうだぜ、間違いないな。気を取り直して、駅の情報をちょうだい。よくわからなくなってきたわ。お、おう、いいぜ。
この駅は、三重県伊賀市の伊賀鉄道の上野市駅だ。本当に、忍者市駅ではないようね。伊賀市の中心駅となっている。旧、上野市の市名そのものの駅名で、今の伊賀市になっても、前の上野市そのままで駅名として残っている状態だな。もともとが上野市って、市名だったのね。上野市は周辺町村との合併で、平成16年11月に市の名前が伊賀市へ変更。もう上野市はないわけね。この駅の驚くところは、校内にもあるんだ。なんと、至るところに忍者がいるんだ。忍者たち、やりたい放題ね。忍ばなくていいのかしら。忍者たちの歓迎ムードが嬉しいところだな。手作りの忍者の人形が、いい感じだ。そうね。比べてみると面白いんだが、もう一つ忍者が有名な町があるんだが、どこかわかるか？伊賀といえば、甲賀忍者よね。さすがだ、その通り。甲賀駅の様子がこちらだ。比べると申し訳ないけど、綺麗ですっきりとした駅ね。忍者臭がしないわ。校内の様子だな。はい、こちらも。やっぱり甲賀の忍者推しね。伊賀と比べるとやっぱり忍者もどことなくスタイリッシュね。でも、甲賀の忍者たちの勢いはこんなもんじゃないんだ。なんと、列車も使って PR しているんだぜ。気になるわね。何を隠そうこの伊賀鉄道には、忍者列車まであるんだ。忍者列車。それがこちら。いや、これまた全然忍ぶ気ないやんけい。しかも、すごい目つきね。なんとこのラッピング車両のデザインは、銀河鉄道999や宇宙戦艦ヤマトなどを描いた超有名な漫画家、松本零士先生だ。すごいじゃない、伊賀。伊賀の本気って、すごいな。平成21年12月デビューの忍者列車は、青忍者とピンク忍者が鮮烈にデビュー。その後に、平成24年3月より緑忍者が加入し、今は3人の忍者列車が運行しているんだぜ。よく見ると、目のあたりが松本零士先生のタッチよね。そんなキャッチーな忍者たちだが、電車の中にも進出しているんだ。もう、伊賀の忍者たちからは逃げられないわね。ほら、荷台の上に。って、すごいところにいるわね。目立ちまくってるわ。伊賀鉄道さん、やりすぎですよ。まだまだいるぜ。荷台の上、好きね。手すりはこうだ。手裏剣、想像以上の忍者尽くし。ってな感じの伊賀鉄道の上野市駅だが、その歴史は古く大正11年に建築されていて、伊賀鉄道の本社がこの2階にあるなど、機能と歴史がある駅なんだぜ。なるほど。ちなみに、まだ紹介したいキャラクターがいるんだが、まだいるのね。伊賀鉄道のマスコットキャラクターの福人。あら、かわいいフクロウ。伊賀市のゆるキャラ忍太としのぶ。当然、忍者よね。もう、駅に降り立った瞬間から忍者でお腹がいっぱいね。追加情報だが、徒歩5分圏内くらいに、伊賀流忍者博物館があって、本物のくの市の案内してくれるんだが、そこでは手裏剣投げなどの忍術体験や、いろんな仕掛けや、ショーを楽しめるから言ったら忍者気分が爆上がりだ。もう、お腹がいっぱいね。忍者になってみたいなと思った人はグッドボタンよろしくお願いします。聞いただけで演技が良さそうね。だろ、幸せが舞い込んできそうな駅だな。外観も特徴的よね。駅っぽさを感じないわ。レンガの外壁だし、面白デザインよね。鋭い、確かにダイアン駅なんだが、よく目を凝らしてみると。違うの？これなら、わかるかな。あ、図書館って書いてあるわ。駅じゃない。駅なんだよ。駅で図書館ってことは、二つの施設が併設してあるってこと。聞いたことないわね。珍しいよな。理由は後ほど話すとして、まずはちゃんとした駅だということを説明するぜ。ほんとかしらね。駅舎の歴史は割と新しく、昭和6年7月に大井田駅として開業していたんだ。今とは名前が違うのね。その後の昭和61年3月に先ほど紹介した、西藤原駅の方200無ほど移動。そのタイミングでダイアンに駅名を変更。ダイアンの由来は？駅舎がある土地が、奈良七大寺時代の一つダイアン寺の寺領であったことからだそうだ。しっかりした理由があったのね。縁起が良いからだとばかり。ちなみに駅の移転日は、ダイアン吉日の3月25日に設定されたんだとか。厳格にね。だろうな、この駅の特徴的な外観から、第1回中部の駅100選に選出されているんだ。当時としたら、先進的なデザインだったんでしょうね。それもそうだったろうし、改築当時は合築駅といって、駅の機能以外の施設を駅に合わせて作ることは相当珍しかったらしく、かなり話題になったそうだ。この画像の通り、実際に図書館の入り口があるからな。そうね、確かに書いてあるわ。実際に行ってみるとわかるんだが、図書館がある以外は普通の駅の作りだ。そんな感じよね。待合室があるものね。ここで鉄道ファンとして面白いなと思ったのが、この図書館の蔵書の特徴だ。なになに？駅隣接の図書館だけあって、鉄道関係の書籍が多く揃っていることから、それを目当てに訪れる鉄道ファンもいるそうだぜ。ちょっとそういうの気になるわね。ダイアン駅という縁起のいい名前だからだろうか、記念切符を購入しに来る人も多く、全国からファンが来ているらしいぜ。私も験担ぎに行ってくるわ。気になるなと思った人はグッドボタンよろしくお願いします。三重県で夫婦岩と言ったら、伊勢の夫婦岩ね。有名だな、一度はテレビとかで目にしている景色だな。
今回紹介する二見の浦駅だが、この夫婦岩をモチーフにした外観となってるんだが。あら、可愛らしい外観じゃない、ガラス張りで素敵ね。そうだよな、この駅はもちろん、伊勢の夫婦岩という、全国的に知られた観光地へ行くための下車駅となっているんだ。じゃあ、うってつけの外観よね。二見の浦駅の駅舎は、平成5年3月に改築して今の夫婦岩を模したデザインとなったんだ。比較的新しい駅ね。だがな、開業は明治44年と古いんだ。昔は遠方からの直通列車もあって、多くの観光客が来て、とても賑わったらしい。なるほどね。夫婦岩は駅から約 1.5 キロほどのところにあって、縁結びや夫婦円満にご利益があるらしい。前にテレビで見たけど、元日とかすごい人よね。そうだな、初日の出は荘厳で、全国各地から人が集まるらしいから、元日は要注意だな。私も、あやかりに行ってくるわ。ということで、視聴者の皆さんは、何か気になるものがありましたか？今後も新しい情報があれば、コメント欄で教えてくれると嬉しいぜ。ぜひ、他にも気になる駅があった方は、コメント欄で教えてほしいな。そうだな、いろんな情報が欲しいな。ということで、今回の動画は以上だぜ。面白かったらチャンネル登録と、グッドボタンをポチッとしてくれたらとっても嬉しいぜ。よろしくお願いします。